放送席、放送席、そしてバファローズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。見事ノーヒットノーラン達成となりました、山本由伸投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。私がいつかやりたいとおっしゃっていた偉業、ついに達成となりました。今の心境いかがでしょうか。9回まで、納得しながら投げたので、喜びがすごく大きいですね。今日はチームが苦しい状況の中での登板となりました。どんな思いでゲームに臨んだんですか。チームは連敗してたんですけど、とにかく自分のできる、仕事を全力でやろうと思いました。今日のポジションのピッチング、一番良かったところはどの辺でしょう。立ち上がりやっぱり、すっといい感じに入れたので、それが、最後までいい流れになったと思います。ノーヒッターはどのくらいから意識されましたか。いや、なんか今日はすごい打たれる気がしてたので、最後まですごく緊張しました。今日は立ち上がりからまっすぐの使い方、変化球の織り交ぜ方など見事でしたが、これはプラン通りの配球だったんでしょうか。そうですね、今日は久しぶりに、若月さんとバッテリー組むことになったので、そこは若月さんに任せて、信じて投げれました。他にはツーアウトの場面ですね、フォアボールを与えてから10球打者に粘られました。あの辺の心境はいかがでしたか。もうフォアボール出してしまったので最悪だなと思って、なんとかギリギリ切り替えれました。そして打線の援護も今日は2点という援護点でしたが、点が入った時の心境などはいかがだったでしょうか。粘り強く投げたら、点を取ってくれると思ってたので、先制点取ってもらえて、すごく、投げやすかったです。そして会場には多くのバファローズファンの方も今日はいらっしゃってます。ファンの皆さんにメッセージをお願いします。今日も、応援してくださった皆さんは、本当にありがとうございます。皆さんの応援で、こういった自分の実力以上の、成績が、出せました。本当に感謝しています。まだ、頑張りますので、